皆さん、こんにちは。今日から秋の旅行に行きます。秋の旅行は志布志に行きます。あいにくの天気で雨が降っております。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。まだまだ続くよ。はい、ケイ君、今からどこに行くんですか？全部合ってます。カジキを越えて東九州自動車道かな、これは。そこを走っておりますよ。金谷方面に向かっております。はい、金谷方面です。はい、今日は陸回りで志布志を目指します。はい、陸ちゃんじゃないよ、陸回りです。陸回りです。雨が降ってて残念です。はい、宗谷五郎で、宗谷五郎ってなんか名字と名前みたいなね。宗谷五郎さんみたいなね。志布志市に入りましたよ。志布志有明入りました。高速道路めっちゃ便利だね。早かったね。志布志ってこんな近かったんだよ。こんなに早く着くようになりましたね。入りました。志布志の右手を見てください。コスモスがいっぱいです。今からのコスモスロードに行きます。はい、雨で最悪ですが車の中から見ようと思います。はい、志布志有明です。めっちゃ便利でした。志布志に来られる方、これ使うと便利ですよ。近いでしたね。こんなに早く着くとは思わなかった。時間ちょっとで着きました。1時間ちょっと。志布志は2時間を確保しましたが、1時間ちょっとです。早かったです。志布志有明、はい、便利ですね。コスモスロードです。あ、左手、本当だ本当だ、すごい。ピンク色、ピンク色一色ですね。一般の民間の人が植えてるらしいですよ。あ、そうなんだ。本当だ、すごいじゃん。すごいですよ。行くの？もう雨降ってるから通りましょうかね。本当はね、降りていろいろ撮影したかったんだよ。そうそうそう。綺麗ですよ。見てください。右手なんだ。そばかな、これ。そばだよ。絶対そばだよ。そばだね。コスモスの中の少女サヤです。では綺麗なコスモスにさようならをつけて次の場所に行きましょう。どこまで続いてるんでしょうか。結構長いですね。うん、結構長い、結構長い。ずっとですね。はい、イルカランド見れる？見れるよ。イルカランド見たいんだけど。イルカランド来ますよ、今から。市役所、志布志支所に参ります。どこですか。志布志の海が見えてきましたよ。見えてないじゃないですか。あ、見えてませんでしたか。まあまあまあ、伊勢海老の刺身を食べたことないので食べてみたいそうです。伊勢海老の刺身美味しいですよ。甘エビと一緒ですか。甘エビと、まあ似てますよね。似てますよね。エビの仲間ですからね。だけど甘エビと一緒にされた伊勢海老の気持ちを考えると切なくなってまいります。志布志市役所、はい、本庁になりましたが、元は志布志市役所というのは山の方にありました。はい、それがこの志布志市役所、志布志支所というここは場所なんですけども、はい、ここが本庁に今なりました。へー、お勉強されてきたんですね。はい、勉強、志布志のことは勉強してまいりました、たっぷり。あそこですね、人気のあそこですね。みんながサムネを撮るという。はい、志布志に来たらこれをね撮らないと始まりません。おー、どの看板ですか。看板があるんです。あ、これだ。これです。あったあったあった、これです。ありました。これだ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 、これですね。すごい。こちらは志布志市志布志町志布志の志布志市役所本庁志布志支所です。これですね。はい、ここの看板はね、有名な看板でね、テレビでもよく出るね。出るね。志布志市役所を後にしまして、次はどこに行くんでしょう。はい、次はですね、志布志といえば、はい、日本一のうなぎの養殖どころです。うなぎ、はい、ですので、今からうなぎを食べに行きます。おー、うなぎの駅に行きます。うなぎの駅に行きましょう。うなぎ、うなぎはあんまり好きじゃないのね。
ハンバーガー、ポテト、ハンバーガー、ポテカ、ハンバーガー。ジャンクフード大好き長男でございます。ここがですね、鹿児島ラーメン王決定戦で第1回チャンピオンになったマルトンラーメンでございます。マルトンラーメン、ここが本店。マルトンラーメン本店でございます。ここでじゃないですよ、ここは文化ですよ。文化ですか。はい、ここです、マルトンラーメン本店。あ、ここが本店。パパはわざわざ食べに来たほどあります。ここが本店ですね。はい、今日はマルトンラーメンではなくうなぎの駅に行きます。はい、皆さんもうなぎ好きですか。はい、好きでしょう。はい、結構うなぎが苦手です。はい、けど鮭は好きです。鮭大好きですね。りくちゃんは大好き、うなぎ。パパ、いや、食べさせようかな。めっちゃうなぎだけ食べたよね。うん、うなぎだけ食べたね。うなぎ美味しいですもんね、りくちゃんね。ケイ君もお魚も鮭好きだったらうなぎも好きじゃないかな。同じような感じじゃないですね。仲間ですよね。うん、仲間ですよ、お魚ですよ。あのさ、一緒ビナンかな、食べるの。うなぎの駅って書いてあるけど駅じゃないんだよ、ケイ君。道の駅みたいな、ね、道の駅って言って駅がついてるけど、みんなが集まる物産展とか、なんかそう憩いの場っていう感じで駅ってしてるだけだと思う。見えてください。あ、うなぎの駅が見えてまいりました。うなぎの駅です。お、見てください、うなぎがいっぱい、サメもいっぱい映ってますよ。イルカもいるよ。イルカもいります。サメもいます。マグロもいる。ジンベエザメ、ジンベエザメもいますね。いるわ、ちゃちゃ、すごいね、かわいいね。わー、はい、お子様ランチ来ました。かわいい、すごいね。ね、クマちゃんが乗ってるよ。洋服がうなぎだよ。すごい、洋服がうなぎになってます。洋服がうなぎですね。すごいですね。すごいすごい、すごい。何ですよ、鹿児島湧水うなぎ。すごい、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 素晴らしい、素晴らしい、このツヤ。おー、すごい大きいね。立派、立派だ。すーちゃん、おいしい、どう。はい、うなぎの駅美味しかったです。美味しかったですね。では、次は待ちに待った、はい、イルカランドに参ります。はい、イルカランドですよ。イルカランド。え？遊園地じゃないですよ。イルカランドです。遊園地はね、今日は中止だな。これだけ雨が強いと。そうだね。明日かな。あ、看板が見えてきた。お、看板が見えてきましたよ。ダグリミサキ公園。はい。めちゃめちゃだけど雨ですね。残念ですね。はい。さあ、今日泊まるホテルはあれです。あれ？ボルベリアダグリ。あそこですか。はい。あとじゃあ戻らないという。ここ、渋谷、渋谷大国リゾート。はいはいはい。渋谷大国。そこら辺しか知らないな。ちょっと行きましょう、出かけましょう。噂のしぶしへ出かけましょう。一日ゆっくり遊んだら、遊んだら、どれだって。ピッチピッチ、磯の味、それ。ここです、これです。名物は。しぶしだ異国息づくりお、イルカランドです。お、見えてきました。イルカランドに着きました。イルカランドです。お、かわいいイルカです。本当だ、ピンクの子めっちゃかわいい。すごい、すごい。イルカランドに着きましたよ、皆さん。初めて来た。ピンクの子は、ピンクの子はいないと思う。船が、黒い子はいるかも。イルカランドに来ました。イルカランドに来てます。あいにくの雨でした。今日は行きましょう。ふるふるしてた。後にしまして、はい、次は？次はね、国際の森っていうところに行ってみようと思います。はい、国際の森ですね。そこちらっと見てホテル行きます。ここになんか風車がある。お、ケイ君、戦艦の船を買ってもらいました。違うなの、シャーボンの船なの。
山奥に入ってきました。細い道を行きます。狭くて細い道ですよ。国際の森をお願いしております。はい、国際の森というところに行きますよ。超怖いです。主人がすごくいい場所があると言ってたんですが、はい、どうでしょうか。心配になってきました。遠すぎます。3キロって言ってたね。3キロってこんな長いかい。できております。お、開けてきましたよ。あ、国際の森まで400メートル。右ですか？右の矢印ですよ。右って、うわ、左は怖いな。左は無理だね。こんなところになぜ作ったの？いや、名前は伏せますけど、これ本当にこんなところいいんですか？すごい道ですよ。本当だね。エヌガタニ君。N 型にくんって N 型にくん N 型にくん本当にいいのがめっちゃ来たけどN 型にくんお、着いた？ここですか？ Oh my god! Oh my god! あった？チャラララチャラーン鉄に乗ってる。あ、本当だ。ちょー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 手があるてててて手てててあ、すごい、しぶし湾がしぶし湾が見えます。めっちゃ綺麗。あ、これ天気が良かったらすごい眺めがいいかも。あ、よく見るとあそこにサンフラワーが止まっていましたね。大阪にいるサンフラワーです。でっかい地球儀がありましたね。はい、でっかい地球儀ありました。いい景色のいいところでした。うん、景色が良かったですね。雨ですからね、今日は。はい、そうなんです。この長い道のりをまた下っていきましょう。はい、ゆっくり行ってください。下りはちょっとまたこれはこれで怖いですね。うん、ちょっと狭いからね。対向車来たら大変ですよ。ケイ君のお船でも見せてあげてください、皆さんに。それで温泉で遊びましょう。よかったね。ホテルに向かいます。はい、ホテルに向かいます。バイ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 。何でしたっけ、ホテルは？ボルベリアダグリ。ボルベリアダグリですね。ボルベリアダグリ。はい、国民宿舎です。はい、国民宿舎に泊まります。国民宿舎なんだけど非常にいいと評判の宿です。はい、鹿児島県の旅クーポンで来ております。はい、鹿児島県の旅クーポンで来ております。はい、ママはパパのマネばっかりしてありがとうございます。はい、今日は鹿児島県もコロナの感染者は0名。はい、はい、コロナだいぶ減りましたね。はい、コロナに負けるな。あー、ラドリ岬遊園地。あー、懐かしい、こんなところだったよね。ちっちゃい頃行ったから。ここラドリ岬遊園地、うん、すごいじゃん。今日ママちっちゃい頃来たことあるんだ。ほんとね。ボルベリアダグリでございます。はい、ラピングもやってんだね。うん、お外でね、来るやつね。あ、ボルベリアダグリ、国民宿舎、ボルベリアダグリー。向かいます。見てみたい。見てる？広い。超広い。すごい。すごい。はい、宿に着きました。さらにしぶしは大満喫キャンペーンというので現金キャッシュバックしてくれるそうです。ありがたい、知らなかったので超助かります。超嬉しいです。うわ、一人につき上限3000円キャッシュバックしてくれるんだって。やりました、みんなやったぞ。お得に泊まれます。広いお部屋取ってよかったです。はい、今お菓子食べてます。美味しいですか？すごい美味しそうですよ。これはハモのしゃぶしゃぶです。はい、これはお刺身です。やったね。お、さやちゃん見せてね。ハンバーグですね。大人ランチ。これ。リンゴもついてるね。ポテトサラダ。ポテトサラダ。食べていいですか？いただきます。しましょう。せーの。いただきます。美味しい。うまい。あ、いい顔してるね、さっちゃん。よかったね。リックもうまい。やるわ。美味しい。
。昨日とは打って変わって今日は雨は降ってなくて晴れてますね。よかった、晴れてて。すごいいい景色です。昨日、イカサンフラワーはもう出港してますね。いなくなってます。かいちゃんおはよう。また出たの？おはようは。おはよう。はい。はい、おはようございます。これ、暗いか。食べていいよ。お、ケイ君は。面白い。好きなものばっかりだね。鮭はさ、骨があるかもしれないから気をつけてね。あ、さやちゃんはこれです。あ、オムレツがある。ママもオムレツ欲しいな。ママはこれです。すごい、ママちょっとこれが一番美味しそうです。今からホテルを出発します。今日は打って変わってとってもいいお天気ですね。はい、かいちゃんもいます。遊んでますよ。今日はね、ダグリ岬遊園地に行きますよ。はい、僕の船見たい人。ママね、小さい頃ね来たことあるんだよ。そうなの。うん、楽しいと思うよ。じゃあレッツゴー。ゴー。名栗岬遊園地って書いてありますね。おお、楽しそうだな。あの丸いのに乗ったら面白そうだな。到着、行きましょう。行ってみましょう。近かったですね。近いですね。10秒で着きましょう。10秒です。はい、ロックンロールに乗りました。そう、初めてのロックンロール体験、果たしてどんなことになるのでしょうか。はい、行ってらっしゃい。頑張って。おお、楽しいじゃん、楽しい。大丈夫？さやちゃんはパニックになっておりましたね。大丈夫か？大丈夫、大丈夫。面白かったね。最高です。はいはい、最高。楽しい？最高でしょ。ちょっとやばいわこれ。これ最高だよ。これ最高よ。とりくちゃんが大まさに乗ります。焼き。おお、結構動くね。結構動くね。楽しそうですね、ママ。なんかちっちゃい子供の頃乗った記憶があるそうです。それがおじいちゃんとおばあちゃんのお家に写真があるかもと言っておりました。いや、まだ来たよ。はい、解説はこの程度でよろしいでしょうか。バイバーイ。バイバーイ。リクちゃんも楽しんでるのかな、これは。はい、ダグリ岬遊園地楽しかったですね。楽しかったです。全然楽しく遊べませんでした。ちょっと怖かったですね。大変ですね。汽車が来ましたよ。あ、ここに警官がいる。チャンネル登録よろしくお願いします。